皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今回は100円ショップダイソーで購入したスライムボールというスクイーズをご紹介します。イエーイ。こちらは床に、こちらに書いてあるんですけど、床に投げてストレス解消と書いてあるので、机にフンフンってやりたいと思います。こちら1回見かけたことあったんですけど、多分すぐ売り切れてしまう商品だと思うので、皆さんお早めに買ってみてください。それでは開けてみます。はい、出しました。まず触ってみましょう。なんかこれスライムなの？こちらスライムボールって書いてあるんですけど、中身ちょっと水系だと思うんですよ。ほら泡が入ってるってこと。それでは早速床に、テーブルに投げたいと思います。もうこれ触ってるだけでも楽しいね。いきます、投げます。おお、立たないとなんか本気出せない。おお、すごい。これスローモーションでやったらすごい綺麗だと思います。じゃあちょっとスローモーションでご覧ください。どうぞ。面白いですよね。気持ちいいし。怖っ。ちょっと、なんか本当にビシャってなりそう。結構強くやっても大丈夫ですね。パパの力でも大丈夫です。おう。やーやー、怖い。水飛び跳ねないよ。もう完全に潰れてるじゃん。やっぱストレス解消になりました？なりますね。あ、なるんだ、うん、気持ちいい。手で普通にこうやってやっても気持ちいいですね。結構ベタベタしてるので、床に落とすとか言ってたんですけど、ゴミ絶対くっつけますね。綺麗なテーブルとかでやった方がいいと思います。ゴミつかないのでね。消しゴムのカスとかをこうやってあれやってもらうふんって言ったら、あー消しゴムのカスがーってなります。落とすと結構大変なんですよね。今回は100円ショップダイソーで購入したスライムボールをご紹介しました。パパストレス解消になりましたか？なりました。はい、じゃあこちらはですね、大人の商品にいいというふうに思いました。でもこうやって触って気持ちいいですね。なので大人の方とかにすごいいいと思います。これただこれをやりすぎるとここがちょっと痛く凝っちゃうかもしれないから、やりすぎないように保存の方法を考えないとダメですね。保存の方法、こういうのだったらいいよと、ありまし、そちらの方法がありましたらコメントによろしくお願いします。私はジップロックに入れて保存したいと思います。他にないもんな。それかまたさっきのここに入れるかですよね。あ、じゃあ無理か。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。